張治む中、蝶治中は中華民国の軍人、国民政府、国民革命軍の将軍である。最終階級は二級上昇。旧名は本業、字は文治郎。保定陸軍軍艦学校を卒業し、候補軍艦学校では学生団団長、学生総体隊長、軍艦団団長を務めた。中国国民党の北伐に参加し、 武漢軍文工教育長見学兵団団長を務める。1932年、民国21年の第一次上海事変では、第五軍軍長を務め、1937年、民国26年には、第九集団軍司令官として、第二次上海事変に参加した。同年11月、長治中は湖南省政府主席に就任した。しかし、 日本軍の攻撃が近いという間違った判断から、蝶が重要な建物の破壊を命じると、手のつけられない火災となり、調査対価、この事件の責任は割にあるとして、解任された。1940年、民国29年、国民党軍事委員会政治部部長、県産民主義青年団書記長を務める。1945年、民国34年、蝶治中は、 国民政府軍事委員会委員長政北行営、主任権新疆省政府主席を務める。中国共産党との重慶での和平交渉では、国民党代表となった。1949年、民国38年1月、大理想党理総人の指示により、国民党側の和平交渉代表団となり、北平で共産党との和平交渉を行ったが、失敗に終わる。そして、は、 そのまま北平に泊まり、共産党政権への参加意思を示した。中華人民共和国では、西北行政委員会副主席、全国人民代表大会常務委員会、副委員長、国防委員会副主席、中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員、中国国民党革命委員会、民側中央副主席などを歴任した。 1969年4月6日、北京で死去。去年80万78歳。ユン・チアンチョ、を誰も知らなかった、毛沢東の中で、作家ユン・チアンとイギリス人歴史学者、ジョン・ハリデーの夫婦は、ジョー・オサム中がソ連のスパイであり、上海の日本軍に対して正当な理由のない攻撃を行うことで、日中戦争の開始を企てたと求断し、 以下の内容を記述している。このスパイ説には批判の声がある。張サム中が共感をしていた候補軍官学校は、ソ連が資金と人材を提供して設立した士官学校であり、最初からソ連には国民党軍の高い地位にスパイを送り込む、確たる意図があった。そこには、中国共産党員で、後の中華人民共和国首相となる、周恩来がいた。 張治夢中は回想録の中で、周恩来に中国共産党への入党を申請したが、周恩来からは国民党に留まり、密かに中国共産党が施策することを求められたと書き残している。やがて張治夢中は国民党の将軍となり、1930年代中期にはソ連大使館と緊密な連絡を取っていた。1937年、 民国26年7月7日の六甲橋事件の際には、蝶を治中は南京上海防衛隊司令官の任にあり、事件の起きた河北から1000キロも南に位置する上海を場所と選んでの日本に対する先制攻撃を解析に求めた。しかし、小解析はこれを拒否し続けた。上海は中国の産業と金融の中心として機能し、しかも、 政権の首都南京に近いという土地であり、列強の利害が複雑に入り込んだ国際的な大都市でもあった。小解析は、上海から部隊と大砲を遠ざけて、日本側が攻撃する理由をなくしている。1932年、民国21年の第一次上海事変の後の列強の中国に対する態度は強硬なものであった。そのため、 中国側の軍事施設を上海近くに作らせないように非武装地帯が作られたほどである。中国国内では最大の勢力を誇る小介石にとってその地位を脅かすのは中国共産党ではなく外国勢力の介入であったためそれを避ける意味でも上海での戦闘は望むものではなかった。1937年民国26年8月9日 小解析の承認を得ないまま蝶を治む中は、上海の飛行場の外で事件を起こした。彼の指示で中国軍部隊が動き、日本軍海軍陸戦隊の中尉と一等兵を射殺している。この際には中国軍の軍服を着せられた一人の中国人、死刑囚も飛行場の門外で射殺されている。これは日本側が先に発砲したように見せるための工作であった。この事件は、 大戦事件として知られている。なお、8月14日には、日本側の方針を変えた、巡洋艦出雲への空爆も行われた。8月15日、小介石の了解もないまま超おさ中は、記者発表により、日本の艦船から上海への砲撃が行われ、日本軍による中国人への攻撃が開始されたとする、偽情報を出した。これにより、抗日運動の機運が高まり、 8月16日には小海石が翌日の総攻撃を命令せざるを得なくなった。日本軍との交戦を1日行ってから小海石は攻撃中止を命じた。しかし、超治む中はこの命令を無視した上、戦闘を拡大した。日本側の相当規模の増援部隊は8月22日に到着し、全面戦争の始まりを回避できない状態になった。結果は、 北部戦線には一機も投入しないほど貴重とされていた空軍も中国側が戦闘に投入した四十万人の精鋭部隊、軍艦とともにその大部分が失われた。日本側の犠牲も四万ではあったが中国側のそれははるかに大きいものだった。日中間に全面戦争が始まるとスターリンはすぐに動いた。八月二十一日には 小介石の南京政府と中蘇不可侵条約を締結し、小介石に対する武器の供給を開始している。ソ連からは武器購入代金として2億5千万ベイドルが渡され、航空機戦機、戦車、大砲が売却され、ソ連空軍の派遣も大規模に行われた。ソ連政府はおよそ300人の軍事顧問団を中国に派遣した。最初の顧問団長は中国語に通じ、 あとに、スターリングラード戦の英雄となったワシーリ・チュイコフ、大将である。以後4年間、中国に入る重火器、大砲、航空機の供給はソ連からのみとなったほど、ソ連は、ライフルの生産しか行われていない中国にとっての、最大の武器供給国であり続けた。軍事行動における支援においても、例えば1937年、民国26年2月から1939年、 民国28年末にかけて日本軍と交戦するために2000人以上のソ連軍パイロットが中国で戦い、およそ1000機の日本機を撃墜し、日本が支配した台湾にも爆撃を観行している。日中戦争が勃発したことはソ連政府にとって嬉しくて我慢できないほどだったことはソ連外相のマクシムリ・トビノフがフランスのレオン・ブルム副首相に伝えている。 ブルムによると、リトビノフは、自分自身もソ連も日本が中国を攻撃したことを、この上なく喜ばしく思っている。さらに、ソ連は、中国と日本の戦争ができるだけ、長く続くことを望んでいるとった。一方、上海事変の勃発は、小介石を落胆させ、超おさむ中には、疑いの目を向け、翌9月には司令官から罷免させたが公式には、 その正体に言及することはなかった。1949年国民党政府は台湾に追われ、その際、蝶治夢中と蝶力子という小解析政権の中枢部に食い込んだ。二人のスパイは大陸に残り、中国共産党に合流した。治安とハイデイの本についての賛否がある中で、蝶治夢中がソ連のスパイであるとする主張につき破き進むは、 ジョナサン・スペンスなどの論証により成り立たないと批判している。超オサム中がソ連大使館と密接な連絡を取ったとする部分や大戦、注意殺害事件において独断で事件を仕組んだとする部分には直接的な根拠がなく推論であり、ソ連軍パイロットが日本の航空機を先機撃墜したとのことも元とした資料を批判することなく使用したためたから、 報告している内容と噛み合わないものであり、さらに、魔王自体の筋立てが粛清と恐怖、陰謀と、スパイだけで説明しているとの言及もなされている。また、現在の中国、台湾では彼らの書籍は発行されておらず、その学会においても、チアンダーの説を採用する例は、ほとんど見当たらない。超おさむ中を奥録には、魔王が主張するような、実は、自分は、共産党のスパイであり、 スターリンの指示に基づいて第二次上海事変を引き起こしたなどという記述はどこにも見当たらない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。